どうも、ガラキヨです。今回はね、こんな感じの YouTube サムネイルを作ってみようと思います。はい。こういったサムネイルっていうのは今有料の Photoshop とか使わないと作れないかなと思うんですけど、実はね、今回紹介するのは無料のソフトになります。それはね、こちら、ドン、ピクセラーで、このピクセラーっていうのは、無料でもちろん使えて、あとブラウザーでね、使うことができるので、アプリとかをインストールする必要もありません。でサムネイルをちゃんと作っておくと、動画もねクリックしてもらいやすくなるので、ぜひね、初心者の方もね、今回チャレンジしてみてください。で本当にね、簡単に使えます。でぜひね、小マギの動画もクリックしてくださいね。よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、それではまずブラウザを開いて、ピクセラーと検索してください。 PIXLR。はい、そうするとね、一番上に出てきます。はい、こちらがピクセラーのサイトです。でピクセラーって2種類あって、このピクセラー E と X で、初心者向けなのはこの X になるので、今回は X を選択してください。はい、こういった画面になります。で YouTube のサムネイルを今回作っていくので、まず YouTube のサムネイルのサイズを設定します。そのサイズは1280×720なので、これをクリック、そして作成をしてください。はい、こちらが作業画面になります。で今回ね、覚えてもらうのは4つだけです。で左側にアイコンがこういくつか並んでるんですけど、まあ、上からこの矢印みたいなアイコン、これと次にこのテキストツール、これと下行ってこのエフェクト、そしてこの絆創膏みたいなアイコンのレタッチっていう、この4種類だけで作っていきます。で皆さんもね、これだけ覚えれば本当サムネイルなんかそれっぽく作れるんで、ぜひね、挑戦してください。それでは、サムネイルにしたい画像をあらかじめ用意していただいて、それを今度ピクセラーに読み込んでいきますね。でこの右下のプラスで画像を選択してください。はい、そしてサムネイルにしたい画像を選んで開く。そうするとこれ画像入るんですけど、これミドルマウスボタンでね、こうズームインズームアウトができるんで、それでちょうどいいサイズにしてからこうリサイズしてくださいね。で今この矢印ツールを使って、このつまみをね、移動すれば自由に形を変えることができます。その次に使うのがこのレタッチっていうツールです。でこれを選択してもらうと何ができるかっていうと、この肌をね、綺麗にすることができるんですね。シミを取ったりほくろを取ったりってすることが、これでね、簡単にできるようになってます。このレタッチツールを選択している状態で、このブラシのサイズをね、ちょっとちっちゃくしましょうかね。はい、まあ、これぐらいにしておきましょう。でレタッチしたい場所までズームします。ちょっとあんまりズームして見せたくないんですけど、肌が綺麗じゃないん でそれで、まあこのシミとかほくろとかをね、クリックするだけでもうこんな綺麗になっちゃうんですよ。はい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 、それで引いてみると、ここがツルツルになっているのが分かると思います。こういった感じで使っていくと、ほんときれいに簡単に画像を加工することができます。そしてレタッチが終わったら、今度はエフェクトをかけていきます。どんな感じになるのかね、ちょっと見ていきましょう。このエフェクトツールを今度使います。そうするとこういったサンプルみたいなのがね、こうずらっと並ぶんですけど、今回このポートレートっていう中からいい感じのやつを選んでいきますね。うん、お、色が結構変わったり、こういったザラザラした質感だったりとか、まあいろいろあるんですけど、今回はこの色にしましょうか。はい、もうこれね、クリックするだけですぐに適用されるんで、なんか難しい加工とかそういったものがね、一切必要ないんですね。ほんと簡単に、まあインスタみたいな色合いとかを出すことができるようになってます。そして最後にこの適用ボタンを押してください。そうすると色合いが変わります。
そして次はテキストツールを使って文字を入れてみます。左のメニューのね、この T の文字のアイコン、これを選択して、でテキストの挿入で、ここのねブロックのテキストっていうところ、ここに入れたい文字を入れます。 OBS に機材を取り込む方法、びっくりマーク。そうするとね、右側のキャンバスにも文字がちゃんと反映されているのが確認できます。でこれのね位置を変更するときは選択してドラッグするだけ、簡単。このサイズとかもね、ほんと自由に簡単に変えれるんですよ。こういった感じでなんかそれっぽくなりますね。はい、こんな感じです。でちょっとね、文字をもっと見やすくしたいので太文字にしようと思います。でここもね、左側のメニューの中から太文字、はい、これで見やすくなりました。あとはアウトライン、これ使いましょう。アウトラインを選択するとこういった境界線をねつけることができます。でもちろんサイズとかも変えれるし、色は黒にしようかな。黒でよいしょ、あ、いいのか。で、うん、方向とかはまあ普通にこれでいいかな。で距離は0でいいです。これでだいぶ初めよりかは読みやすくなったんじゃないでしょうか。で塗りの色を黄色とかにしてみましょうかね。文字をもっと派手にしたいときは、この境界線を二重にかけるとか、そういったことをねするともう少し立体的に文字が見えたりしますね。でそのやり方としては文字を複製しないといけないですね。でこの右側のレイヤー、今この文字のレイヤーが選択されていて、これをコントロール C コピーしてコントロール V でペーストします。そうするとね、複製されるので、この下にあるレイヤー、これを選択してアウトラインのサイズをグググッとこうちょっとね数値を上げてみます。で色も白とかにして、この文字を上にかぶせるとこういった感じでちょっと立体的になるんですね。で移動したいときはシフトを押しながら文字を選択すると、2つまとめてこう移動することができるようになります。で覚えるツールはもうこれだけです。もうこの4つのツールさえ使えれば、サムネイルをねかっこよく作ることができます。それではここからちょっとね作り込んでいこうと思います。どんな感じになるかまだイメージできてないんですけど、さっきね紹介した4つのツールを使ってどこまでできるか表現していこうと思います。まずは文字をちょっと増やします。これダブルクリックでもね編集できるんでね。で、初心者向け動画、まずこの文字を追加します。で色も上で使っている文字ではなくて、ちょっと変えた色にしておくと目立つようになります。で目立たせるにはサイズもちょっと大きくしますかね。ちょっとでかすぎるかな、でかすぎるけど、もう簡単に変えれます。これこんな感じ、ドドン、はい、はい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 。で境界線これもつけていきましょうか。もう1回コピーして、下のレイヤーの境界線を太くします。えいえいえい。で色もね変えていきますね、こんな感じで。これを合わせて、こんな感じですかね。で色もこれを使うと色を抽出できるんですね。えい、こんな感じ。もうね思いっきりこうずらしちゃったりしてね、文字を。はい。で、そうだな。ちょっと違う画像とかも取り込んでみましょう。プラスから画像を、で、今回ね背景を透過してある画像を選んでみます。
実はこれね、背景も透過されるんですね。で PNG も読み込むことができます。でこれ僕が描いたイラストなんですけど、どこに置こうかな、ここら辺に置いて、こういった感じにしようかな。はい、あとはこの左側 このテキストの追加を押すと、まあ、ここいろんなねスタンプみたいなのがあるんですね。でこれもねクリックするだけで使えるんですよ。使いやすそうなのだとこのヘローとかこんな感じ、これをちょっと傾かせて大きさ変えてヘローみたいな、ちょっとこのイラストは言ってるみたいにしましょうか。ヘローみたいな、こんな感じ、うん、はい。でそうだな、あとは背景の画像もちょっとこう傾かせたりすると動きがついていいかな。よいしょ、ちょっと大きくしようかな。こんな感じで、えいえいえい、よいしょよいしょ、まあ、こんな感じにするとか。はい、で文字を大きめにね出して、よしよいしょ、はい、だいぶ賑やかな感じになってきましたね。はい、本当は吹き出しとかもねつけてみたいですね。これも画像を取り込めばもちろん吹き出しとかもつけることができます。一旦今回はこれで完成とさせていただきます。そしてデザインが終わったら、今度はこれをね実際に YouTube に取り込むために1枚の画像として書き出す必要があります。書き出す場所はこの右下の保存というところ、これを押してください。そうすると JPG、PNG、PXZ って3種類選べるようになってます。で今回はね JPEG で、 JPEG っていうんですけど、これを JPEG で保存していきます。1点見てもらいたいところがここのフォーマットっていうところ。 YouTube のねサムネイルのサイズが2メガ以内を推奨しているので、ここのサイズがね2メガ以内になっているかどうかだけ確認してください。そしてファイル名をつけます。YouTube サムネイル、そしてダウンロード、そしてダウンロードできるかを確認します。はい、 YouTube のサムネイル JPEG、 はい、来ました、ダウンロードできてます。でこのサムネイルを実際に YouTube の管理画面から設定することができるので、ぜひ試してみてください。怖い。はい、それではサムネイル作りいかがだったでしょうか。ブラウザでできて本当に簡単に画像を作ることができるサービスっていうのはねそんな多くないので、今回のねピクセラぜひ初心者の方に特におすすめしてるんで、ぜひ試してみてください。あと今回サムネイルを作る時に1枚画像を使ったんですけど、重い画像を使いすぎると固まってしまうことがあるので、まあ、それだけね覚えておいてください。今回は以上となります。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。